さて月刊木村よし子5月号の付録のチャート分析後半ですね、えー、こちら前半ではですね、まあ、黄色のマーカーの銘柄を取り上げましてたった2社だけになってしまったので、えー、今回はもう少しサクサク残りの銘柄を解説していきたいと思います。 え日立、スケガワ電機、三菱商事と言いますと、やはりですね、ロシア産の原油、天然ガスを締め出していることから、まあ、原発を動かそうという機運が高まっており、原発の大国としましては、アメリカ、フランスがあるんですけども、日本でも暑い夏、電力不足が言われ始め、原発を稼働させようというね、機運が高まってくると、スケガワ電機も材料性が、 あ高ままってくると思いますねこの会社の業績は、まあ、フラットで別に特別良くなく、また特別悪くもなくという状況なんですけども、原発の話題が株価を刺激するパターンです。この会社はですね、発電所向けの温度制御関係機器ですね、産業分野に、えー、各種の製造装置の熱と計測に関する製品を提供しております。主に原子力産業ですとか、半導体及び FPD のフラットパネルですね。フラットパネルディスプレイの製造装置などに供給するそうした製品ですね。で、スケガー電気の,あのこの周波を見ていただきますと、 まあ過去どちらかというとちょっとね、思惑銘柄でね、出来高薄い中、時々パーンと散発的に上がるというパターンでしたけど、昨今結構ね、日々日々、それなりに活況を呈しておりまして、過去の足取りと比べるとちょっとしっかりしてるかなというふうに思いますね。株価はえ暑い夏、電力不足、原発を動かそうという、そういう材料が出ていた時に、連れ高するパターンですね。 さて、日本電信電話です。この銘柄はですね、まあ、あの、外国人が一定量制限がありますので、ドメスティックな日本人の投資家、あるいは日本の取引先ですとか、そして金融機関ですね。まあ、そうした投資主体が好んで、銘柄の中に組み込む、そういうタイプの日本の代表的な通信会社ですね。さて、この日本電信電話の週足を今見ていただいておりますけども、 若干ですね、ちょっと伸び悩んできましたよね。ただ、この銘柄っていうのは、そんな急にバーッと上がるタイプの銘柄じゃないんで、足踏みしているところは買っていいと思います。配当は120円。どちらかというと、高配当銘柄の部類に入ると思いますね。PR は現在のところですね、連結予想ベースでですね、だいたい11.8倍ですから、まあまあ、割安感のある方の銘柄だと思います。そうしまして、 え、週足で見ていただきますと、ちょっとゆっくりして、えー、このね、揉み合う可能性もありますので、まあ、そんなところを買いたいなと思います。で、買って賞賛はあるのかということですけれども、まあ、今のところですね、時々、まあ、ドコモの販売店の700点の閉鎖報道など,などが出たり、あるいはグループ再編の話が出たりということで、まあ、いい材料、悪い材料と言いますか、ちょっとネガティブに評価されてしまってるんですけども、まあ、この、これから先再編関連の 材料も時々出てくると思います。で、付き合いシャートを見ますとですね、綺麗なこのね、ボトムを入れて、トレンドはどっちかというとアップトレンド。なので、中長期対象として十分賞賛のある銘柄と思いますので、ぜひ注目したいと思います。え続きまして、コード番号3132マクニカ富士ですね。今、示しているのは、 週足ですね。ゴールデンチャートの週足です。えー、この5月の20日の金曜日の引け値は2781円、32円高ですね。まあ、この会社の日足の格好は悪くないので、えー、十分ね、賞賛があると思いますし、今画面で見ていただいている週足もですね、揉み合っているものの、まあ、ちょっとここでエネルギーを貯めて、上の方向を目指すような期待も持てると思いますので、まあ、この銘柄も予想 PR が6.6倍、予想配当利回りが4.31% 1というね魅力もありますのでぜひ持っておきたい銘柄だと思います建材、電気機械、そして金属卸ということで独立系の大手のエレクトロニクス専門商社となりますまあ,あのこの予想 PR が6.6倍というのは魅力的ですよねまあ、ぜひ機会があったらこの銘柄も買ってみたいなというそんな足取りに見えるマクニカ富士のシュワシャートです さて、続きまして、n e c ネッツ s i ですね。コード番号は1973。この会社はですね、企業などの業務系 ICT プラットフォーム、まあ、情報通信技術に関するシステムインテグレーションの会社ですね。企業の情報システム、こちらの構築を請け負う IT サービスのことをまあシステムインテグレーションと言ってですね、まあ、モバイルですとかソーシャル技術、 ビッグデータ、クラウドの4要素から構成しているということですね。まあ、今をときめくモバイル、ソーシャル技術、ビッグデータ、クラウドを扱うということで、まあ、非常に期待度が高くですね、まあ、先行の株高があったわけですねえ。これらに関するアウトソーシング、クラウドサービス、通信事業者や館庁、 自治体、社会のインフラを提供する事業者向けに、ネットワーク、インフラに関するシステムインテグレーションなどを提供するということで、NEC の子会社ということもあり、まあ、人気化した過去がありますよね。今現在どんな風になっているかと言いますと、まあ、昨年5月末の1対3の分割を消化中という状況でございます。で、こちら一つ山場があって、そして一旦の盛り返してきて、またちょっと調整しているという状況ということが、 1>, 1対3の分割の消化というふうに見なせばですね、ぼつぼつ、まあ、この消化の動きも一服してくるのかな。すなわち、トレンドを形成して、ゆっくりながら上がっていけるのではないかなというところが注目したポイントです。この会社のですね、配当は、どちらかというと増配傾向ですね。今をときめく業績の、えー、寄与が期待できる事業分野ですからね。今、43円の配当実績の中で、今後は、 46円程度増配予定ということも楽しい話題ですよね。そして PR が17.7倍ですね。PBR がですね、2倍という状況で、まだそんなに割高というわけでもなく、まあ、ゆっくり行く方にとってみれば魅力的な会話を提供しているのではないかと思います。 え続きまして、コード番号2760東京エレクトロンデバイスですね。まあ、この会社はですね、東京エレクトロンの持ち分報道適用関連会社ということで、まあ、東京エレクトロンというメーカーのーその関連会社として、照射機能があるんだろうという、 まあ、漠然とした認識を持ちがちですが、実はこの会社はですね、自社製品も開発ということで、まあ、いわゆるですね、商社だけでなく、その技術商社機能を持ったメーカーですね、こちらへと軸足を転換中というところが、まあ、注目のポイントです。まあ、このチャートを見ていただきますとですね、まあ、一旦急騰しまして、 この形が三尊の型を形成しているように見えなくもないんですけども、まあここでですね、いわゆる勝者としての評価が、まあ一旦、まあここで一応区切りがつけて、この先はですね、このメーカーとしての評価を 高めていくっていうようなことで見てみると、もうちょっとこのトレンドを揉み合う可能性はありますけども、え上方向、こ、このあたりの株価に一周、えー、練していくんじゃないかなというふうに思いますね。で、配当は非常に好調な数字で、240円予定ですね。2023年の3月予想では、まあ、いわゆる過去2桁の配当の時から比べると、 2.5倍ぐらいの配当力になってるんですね。で、一株純利益も伸びておりますし、連結ベースでも非常に期待できる数字を持っていますので、まあ現状の PR 連結ベースでも10.7倍ということなので、まだまだ先はあるんだろうと見ております。この銘柄はここ数年私ずっと講演会などでも注目してきた銘柄の一つなんですが、まあ当時はですね、本当にこの2000円台でね、まあ東京エレクトロンは技術志向のメーカー、 そして、東京エレクトロンデバイスは2000円台で買える、まあ関連株、東京エレクトロン関連株、まあいわゆる半導体勝者というね、そういう見方があった中で、株価2000円台で買いやすいということで進めてきたわけですが、まあ今ですね、株価はなんだかんだ言っても調整してると言ってもですね、5000円台なんですよね。だから倍以上になっている感情です。まあさらにこの先、時間は要すると思いますけれども、 メーカーとしての評価が出てくれば、もう少し上を目指していけるというふうに見ていますので、高配当銘柄、かつ成長性も担保できる技術志向の会社ということで注目していきたいと思います。続きまして、コード番号3635公営テクモホールディングスですね。この会社はですね、無双シリーズ、国士無双とかね、 まあそうした戦国ものですとか、まあ、勝負ごとに強いですね、ゲームメーカーですね。まあ、これから先ですね、クリスマス商戦ってま,あまだまだ先の話ですけども、まあ、今から注目して仕込んでいくといいのではないかなと思いますね。こちらのチャートですけれども、一旦この価値を出して、そして大いぶ利益確定の売りが出て、今、また出直りつつあるところなんですよね。だからまあ年末にかけて、ちょっとどこかでね、 えー、売り抜けられる、場面があると予想いたします。で、この会社は直近では、えー、100円の配当からですね、まあ、今のところ発表ベースでは96円という予定なんですけども、まあ、業績次第ではこれが増減する可能性がありますね。えー、ぜひですね、えー、まだ誰もあんまりね、こう、急騰していて、追っかけてでも買いたいという状況でない時に、えー、買っていくといいのではないかなというふうに思います。 コード番号3116、トヨタ盆石ですね。業績が安定的なのと、低 TPER、比較的高配当銘柄である点がいいですね。まあ、株価はですね、2000円前後です。そしてチャートを見ていただいてもわかりますように、まあ、ゆっ クリーベースですよね。まあ、そんなに急騰するっていうようなタイプの銘柄ではないんですけども、まあ、何しろヒット主がトヨタ、TPR、2000円前後の株価で配当が70円、配当利回り的には3.44%あたり、まあ、十分魅力がある銘柄だと思います。そしてですね、買いやすい値段帯で何か探したいという方はですね、え、実が大株主の コーード番号桜インターネットななどどはどうかなと思います、まあ、定位買いやすい値段帯の株式の中にはですね銘柄の中には、まあ、ちょっと不安定感が気になるちょっと仕掛け人によって極端に値上がりしたり極端に値下がりしたりという不安定な銘柄もあるんですけども双日、まあ、という会社がモニタリングの、えーね、役割を十分期待できる大株主ですしまたあインターネット とデータセンターを運営しているという点でね、何かとこう今の流れに乗っている銘柄ですよね。まあ、ちょっとあの売上ですとか配当がおとなしめっていうことから、まあ、560円どころの株価でいるわけですけども、チャートのこの形から言いますと、まあ、買いやすい水準に今いるな、買いやすいタイミングではあるなというふうに思いますね。そして、オービックビジネスコンサルタント。 よくあのテレビの CM で、奉行シリーズなんてやってますよね。あの会社ですよね。中小企業向けの業務ソフト、奉行シリーズでおなじみです。こちらのチャートを見ていただきますと、まあ、山場形成して、今ちょっとね、調整一服中ですよね。まあ,あ、安定的なビジネスモデルの会社ですし、為替の影響を受けにくいっていう点もね、まあ評価したいと思うんですけれども、そんなにびっくりするほど、今、 チャートが、ああ、なんかこう、買いやすい状況で、これから先トレンドを形成しそうっていうわけでもないんですけれども、中小企業 DX というのがね、ここ数年の、えー、中小企業庁の取り組みですので、まああの、そういう面では支援材料もありますし、一服してここでちょっと揉み合っているので、また新しいですね、何かソフトウェアが開発されたりとか、提供されたりすると、また後輩当銘柄として、えー、また、 投資家の樹木を集めるんじゃないかなというふうに思いますね。そしてチャートの格好がですね、なんかこう強いなっていう銘柄を2つご案内していきたいと思います。5803の藤倉ですね。こちらの会社は TPER 銘柄の一社になります。まあ今のところ連結予想ベースでも10倍どころですし、そしてこの会社の配当は16円と増配傾向を強めてるんですけれども、まあ,あの、プリント基盤他、 あ光ファイバー、ここに注目したいなと思うんですね。今般のえバイデン岸田会談で、まあ、新経済網のこれからの連携ですね。そうすると、え国と国との間、ファイブアイズを中心とした、まあ、アジア諸国ですね。 えー、光ケーブルですとか光ファイバーですとかの出番が多くなってくるような連携ではないかなというふうに思いますね。今のところその業績面ですごくいいわけじゃないんですけどもね、1株純利益連結ベースではそんなに大きく伸びていませんので、でもなんかちょっとチャートの格好は強いなという印象ですね。そして 野村不動産ホールディングス。こちらのチャートの格好、これ週足ベースなんですけども、非常に強い足取りに思えますので、まあ、この配当もですね、増配力を強めている点も評価したいですし、まあ、これからですね、まあ、インフレの世の中、しばらく続くと思いますので、不動産というものの注目っていうのも、まあ、高金利、 でも、不動産か、という点はね、課題はあるとしても、えー、野村不動産も十分賞賛のある銘柄ではないかな。チャートの格好もね、ちょっと強い足取りに見えますので、えー、この、 藤倉と野村不動産は、まあ、結構ね、ちょっと強めなのかなというふうに思いますね。というわけで、また日々日々の月水金の木村義子の気になる銘柄でもフォローアップしていきたいと思います、えー。ご視聴ありがとうございました。またコンテンツ様々工夫してまいりますので、コメント欄にご要望などを寄せていただきますとありがたいです。それでは皆様、守備よくあまり臆病風に吹かされず、いい会社のチャートをしっかりと研究して、えー、良い成果を上げられてください。

この動画とお付き合いくださいねまた様々研究してお届けしてまいります